宙の果て見上げるまで燃える三つの命スクラムくませて。昇る朝日には光きらめかせて、三つの心ひとつにさせるさ。ゼクスタドロシシャロン走れ、未だ燃えろ、あれは銀河警察隊コスモレスター。沈む夕日には光きらめかせて、三つの心ひとつにさせるさ。ゼクスタドロシシャロン走れ、未だ燃えろ、あれは銀河警察隊コスモレスター。ドロシさっきから何読んでんの？この時間見た？知能を持った犬出現だって。はあ、何ですか知能を持った犬、うん、どうせお手よりあのちょっと高等な芸ができるぐらいなんじゃないですか。いやいやいや、でもそうじゃない。そうなんですよ、その犬は言葉を話して通行人に助けを求めた。そんなバカな、そんなことができるぐらいだったらもっと話題になってるだろう。いやだから話題になっちゃったの。で捕まえようとしたら逃げ出しちゃって、数時間後に遺体で発見された。目撃者がいっぱいいるからデマじゃないみたいだよ。里見先生、それもそうですけどもね、はい、この下の方にもなんか似たような事件が出てますよ。なになに、犬のような人間が道路に飛び出し車に轢かれる。なんですかね、狼でも育てられたんですかね。そうだ、狼といえばね、里見先生のクラスのあのケンジ君、あの子は全く誰にでも噛みつくんですからね。今だったらよく注意しておいてくださいよ。なになに、呼んだ？あ、東郷先生、次東郷先生の生物の時間なので資料取りに来ました。あー、そうだったね、ちょっと待ってて。伊達ケンジ君。あ、あんたのせいでまた私が怒られたじゃないの。は？なんで？ユンちゃんの天才頭脳がうちのクラスの平均点を上げて、うん、あんたの間抜け頭脳がうちのクラスの平均点を下げてんのよ。いや、それは言い過ぎだよ。だ、そんな言ったら俺グレちゃうよ。もうグレてんじゃないよ、ほら、この辺この辺。痛い。まったく。ケンジ君もケンジ君なら、里見先生も里見先生でしょ。すいません。どうしたのよ、東郷先生。なんか犬みたいな人と人みたいな犬っていうのがどうも気になってね。実験は成功だ。犬の魂と人間の魂を入れ替えることがこれほど楽にできるとはな。これも全てバイオ機械人逆さクラゲロのおかげだ。お褒めに預かりまして光栄にございます、デスガンダー提督。今度は誰と誰を入れ替えましょうか？決まっておる。銀河警察隊コスモレスターの3人と一般人を入れ替えてやるのだ。提督、それはどんなメリットがあるのですか？考えてもみろ。一般人は銀河警察隊の正体を知らない。ゼクスターたちは絶対に戸惑い戦えなくなるはずだ。なるほど。それでは早速銀河警察隊のいる高校へ、ダルベイダー、アシュラーラに向かわせます。逆さクラゲロ、ついてきなさい。かしこまりました。じゃあゼクスターは邪悪帝国の仕業だというの？まあ断定はできないんだけど、思うに人間の心と犬の心を入れ替えたんじゃないかな。何のために？いや、それはわからないよ。よし、明日から早速捜査しよう。わかった。あ、でも私明日期末テストだよ。追試受けなさい。
あれ二人ともまだ帰らないの？テスト終わったんだし、今日は遊びに行かなきゃ損だよ。ダメ、今日は部活だよ。部活か。部活か私は違うよ、うん、今日はね、コーラス部のコーチに行くの。へー、すごいでしょ。お菓子作ったり、コーラス部見たり大変だな。まあね。じゃあバイバイ。バイバイ。お、さとみちゃん、また明日な。バーカー、明日から試験休みです。来ても相手しません。あれ、きよちゃん、お先のやつなら音楽室行ってるよ。え、ほら行かなきゃ。あ、さとみ先生、あの、かすみ興味なかったけど、どうしたのかな。ん、あ、かすみね、かすみ、あの、ちょっと風邪をこじらしたらしくって大丈夫、大丈夫、ね、心配ない、心配ない。ん、そうですか。うん、じゃあ私先に行きますね。うん、じゃあ失礼します。あ、もうさっき私ずっと教室で待ってたのに。あれ、2年生のみんなはまだみたいに。うん、何見てんの。それ何だろう、動いてるんだけど。うん、なんかクラゲみたいだね。その通り、俺はバイオ機械人逆さクラゲロ。喋った。もしかしてこれは。そのもしかしての邪悪帝国よ。また会ったわね、ユミ。さあ、貴様たちにはまた一役買ってもらうわよ。毎度悪いけど、そういう運命だと思って諦めなさい。邪悪帝国ベルなんかの思いようにはならないわよ。そうよ、そうよ。シュラーラ、ダルベイダー。お前たちまたユンちゃんたちに手出しやがったな。あっ、今だ、逆さクラゲロ、やれ。ヘイガッテン。忍法退散。バイオ機械人逆さクラゲロの光線を食らった4人は、魂が入れ替えられてしまったのだ。東郷ひろしと焼津咲が、そして北条さとみと有馬由美がそれぞれ入れ替わってしまったのである。あれ、私どうなってるの。あれ、なんで鏡でよく見る私の姿があるの。これってどうなってるの。お先はどうして僕の格好してるの。どうして僕が目の前にいるんだ。やだ、私東郷先生になってる。おでこない、鼻でかい。それ失礼だろ。そうか、ベルラーのやつら私たちの魂と体を入れ替えやがったんだな。ユンちゃん、怪我はない。大丈夫です。でもなんか目の前に自分がいて変な感じ。ゼクスター、ドロシー、大丈夫。シャロン、来るのが遅いよ。ゼクスターの言う通り、ベルラーは魂を入れ替える作戦を立てたんだな。ユンちゃん、お先棒。作戦は大成功ですね。シャロンだけが後から来たから誰とも入れ替われなかったが、ゼクスターとドロシーを生徒と入れ替えただけでもよしとしよう。ええ、これであいつらは迂闊に強化服にコンバートすることができなくなりました。ダルベイダー、これからが見ものですよ。これで銀河警察隊はめちゃくちゃです。徹底的に暴れなさい。はもう私の家に避難したって何の解決にもならないじゃない。わがまま言わないの。今邪悪帝国に付け狙われたら大変でしょ。もう頭がごちゃごちゃになってきたけど、私は誰なんだっけ。私です、さとみ先生。あんまり暴れたりしないでくださいね。しかし、ベルラのやつらとんでもないことをやりやがったな。このままじゃまともに戦うこともできないな。あ、ちょっと東郷先生、どこ触ってんのよ。変なとこ触ったら木刀でぶったたくからね。分かったよ。しかし触らないわけにもいかないだろ。いや、そこをちょっと考えてよ。いい、お風呂入るときは目隠ししてよね。あ、ということは、やだ。おいおい、やだはないだろ。ちょっと、そんなことして遊んでる場合じゃないでしょ。そんな心配より元に戻ること考えなくちゃ。そうよ、ゼクスター、
違った。ゼクスター、逆さクラゲロっていうバイオ機械人を倒さないと厳しいかもしれないね。シロにも早急に連絡しなきゃな。さきもユンちゃん、試験休み終わったら普通に学校行くんだ。いいね。それまでここでじっとしてるのよ。いいね。はい。なんか自分に叱られてるみたいで、すごく嫌。どうしてこういうことになっちゃうのよ。弱帝国のやつ、絶対許さないんだから。破壊せよ。ヒガテン、ビッグバンビーム。コスモレスターがそれ以内のいいことに、なんと弱帝国は工場地帯を手広く破壊した。お前たちの勝手にはさせないわ。銀河警察シャロン、一人で何ができるというの。戦闘員やれ。じゃじゃん、行くわよ。えい、トトトトえい、トト。やっぱりドロシーとゼクスターがいないと手に負えない。早く何とかしなきゃ。おはようございます。おはようございます。ちょっとね、平塚先生、今日は終業式ですけどもね、赤点を取った生徒たちの補習がありますからね。はいはい、分かってます。いやでも賢治は全部赤点だったらしいですからね。いやまあでも在学中は俺も似たようなもんだったんで、まあ、大丈夫だと思いますよ。おはようございます。暑いですね。ユンちゃんの席はいつから里見先生の席になったんでしょうかね。さあ、ユンちゃん、ここは職員室なんだけど、どうしたの？俺に会いに来た。何言ってんのよ、大輔。え、大輔？呼び捨て？あんたもさ、早く実習終えてちゃんとしないと落ち着かないでしょ。なんか今いろんな意味で落ち着かないけど。もうしっかりしなさいよ。あ、それよりさ、今シャロンが一人でベルラーに。シャロン？いけない。うわ、私今ユンちゃんだった。里見先生、何やってるの？あれほど気をつけようって話してたのに。あ、ごめんごめん、すっかり間違っちゃったよ。ちょっと何が何だかさっぱりわからないんですけども、ちょっと説明していただくわけにはいかないですか。副校長先生、今はどうしても説明できないんです。許してくださいね。ユンちゃん、なんか悩みがあるなら俺が聞くからさね。なんか話して。分かった、気持ち悪い。なんとかするから。じゃあユンちゃん、私先に教室行くわよ。ユンちゃんに気持ち悪いって言われた。平塚先生ごめんなさい、あれは私じゃないのよ。無事に元に戻ったらちゃんと謝罪するから。気持ち悪い？何？平塚先生に気持ち悪いって言われた。銀河警察シャロンは邪悪帝国の奇襲を防ぎながら、ゼクスターたちの魂を入れ替えた真犯人である逆さクラゲロを徹底的に探したが、見つけ出すことはできなかった。そこでシャロンは一計を案じた。東郷先生じゃなくてお先なんだよね。うん、困ったよ。ケンジが私を東郷先生と間違えて生物の補習してくれって言ってるんだよ。そりゃそうだろうね。いた！東郷先生、何で言えんだよ。だから私は分からないって言ってるでしょ。分からないってどういうことだよ。俺ここで生物落としたら卒業できないんだっての。いっそもう一回やっちゃえば青春を多く楽しめていいんじゃない。ちょ、ユミがそんなこと言うのって意外だな。ケンジ、ごめんね。勉強なら私も手伝うから許してね。いえ、なんで里美ちゃんがそのこと言うの。気持ち悪いよ。ムンチャス、どう？ゼクスターにドロシー、
体が入れ替わってさぞかし苦労してるんじゃないの？ええ、十分苦労してるわよ。さっさと逆さクラゲロを連れてきなさい。そうはいかないわよ。お前たちが分裂すればこの世界は邪悪帝国のものになる。もう絶対許さないんだから、ケンジ、こんなやつどっちもやりましょう。しゃあ、二人ともやめて。くそ、待て。あ、ゼクスター、よし、まあ、ムチャースが出たぞ。うん、お酒坊とケンジがやられちゃったんだよ。くそ、どこ行ったんだ。あいつだ。ゼクスター、ドロシ、あちこちの工場地帯を破壊させてもらったわ。コスモレスターも3人揃わなきゃ雑魚ね。やかましいわ。よくも工業地帯を破壊してくれたわね。絶対許さない。その通りだ。やいやい、貴様たちのような悪党はな、この銀河警察隊が片っ端からやっつけるから、どっからでもかかってこい。チョコザイナ、ビクラス、やれ。今のうちにゼクスターとドロシーを殺してしまえ。ヒーガッテン。ゼクスター、一か八かでコンバートしてみましょう。できるかな。やってみるしかないでしょ。いくわよ。コンバートイン。やっぱりダメだ。きっと声が違うからバトルアーマー説が送られてこないのよ。ギロ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 。へっへっへ、僕が死なない限りゼクスターとドロシーは元には戻れん。コスモレスターが全滅した暁には僕も邪悪帝国の最高幹部に出世だ。ん？なんだかいい匂いがするな。これは僕の好物、宇宙プランクトンではないか。まさか地球で食べれるとは思ってもみなかったぞ。いただき。キロ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 。えい！はっ！かかったわね、逆さクラゲロ。貴様、銀河警察シャロン。お前が食べた宇宙プランクトンは小型爆薬入りの特注品よ。なんと卑怯な。それが正義の味方のやる作戦か。おのれ、あと一歩だったのに。コッパミジンコ。私元に戻ったみたいだよ。私もだよ。なんだかわからないけど、なんとなく戻れたんだね。里見先生。うん、ゼクスター、シャロンがきっとうまくやってくれたのね。ああ、そうとなれ反撃開始だ。おのれ、あと一歩のところで。ビックラス、コスモレスターを殺せ。ヒーガッテン。お先、ユンちゃん、ここは先生たちがなんとかするから、二人は逃げなさい。はい。おう、コンバートイン。ゼクスター、ドロシー、元通りになれたのね。シャロンのおかげよ。さっさと弱帝国を叩き潰しに行きましょう。いや、行かなくてもどうやら向こうからお出ましのようだ。クリア。ビビー。よし、行くぞ。おお、トントントント。銀河警察ゼクスター。銀河警察ドロシー。銀河警察シャロン。銀河警察隊コスモレスター。やれ。Hey!
一本なのか。トリプルキックだ。おトリプルキック、大変キック、ゼクスターボンバー、レスターフォーメーションだ。おシャロンデルタブラスゼクスターダイナサイクル、トラシーアクティブバースト。私はこれでベルランをやめました。私は誰が何と言っても戦ってやるんだからね。なるほどね、4人が入れ替わってたわけだ。そうなんです。だから失礼なことを言った私の中身は里見先生だったの。許してくださいね。そうだよね、分かってた分かってた。だってユンちゃんがあんなね品のないこと言うはずないもん。ちょっと、それ私が普段から品のないこと言ってるってこと？何言ってんだよ平塚先生、分かってなかったくせに。落ち込んでたじゃん。そんなことない。いやまあね、まあまあまあ、それにしてもさ、弱帝国ってのは本当にひどいことするんですね。でも邪悪帝国と戦うのはコスモレスターの皆さんにお任せしましょう。良い子は危険なことはしないように。そう、うん、魂を入れ替える恐るべき計画を打ち抜いた銀河警察隊コスモレスター。久々に訪れた平和な日々を自分の体でゆっくりと休めるゼクスターとドロシーであった。これからも頼むぞ銀河警察隊コスモレスター。ゼクスターのやつ一人で大丈夫かな。次回の銀河警察隊コスモレスターは、邪悪帝国ベルラーは金の密造を始めた。それがいつしか村から金が出るという噂になり、ゼクスターが単身調査に乗り出す。待ち構えていたベルラーに攻撃を食らい、バトルアーマースーツを破壊されてしまうゼクスター。さらにそれを追ってユミとサキも村に来てしまった。コンバート不能のピンチに陥ったゼクスターと生徒たちを描く笑いとスリルの活劇編。次回ゴールドラッシュに泣いていたにご期待ください。